ジョン・マッカーシー、ビッグ・ジョン・マッカーシーは、アメリカ合衆国の総合格闘技レフェリー。主にユフックやベラと MMA などの、総合格闘技でレフェリーを務めているが、ボクシングでもレフェリーを務めている。また、現代総合格闘技の根幹となっているルールである、統一ルールの制定に尽力指功績を残した人物でもある。総合格闘技のレフェリーやジャッジを要請する学校も、開設している。 試合開始時のレフェリングにおいて、定番のスタイルを持ち、選手双方に、Are you ready? と確認した後、手を叩き合わせて、Let's get it on! と叫ぶのが通例となっている。1985年、ロサンゼルス市警察で警察官になり、1993年8月から2007年まで、ロサンゼルス警察学校で、ご真実を指導する教官を務めた。 1990年頃からカリフォルニア州トーランスのグレーシーアカデミーにて、ホリオン・グレーシーの下で柔術を学び、1993年12月にグレーシーアカデミー公認インストラクターの認定を受ける。この関係からユーフックに携わるようになり、ユーフックには当初は選手としての出場を希望していたが、ホリオンにレフェリーになることを勧められ、レフェリーとして1994年に、 ユフック2で試合を裁き、その後ユフック77までトップレフェリーとして重要な試合のほとんどを裁いた。また、レフェリーとしての活動だけでなく、暴力的であるという批判やバッシングキャンペーンからユフックが存続の危機に瀕した際に、ユフックコミッショナーのゼフ・ブラトニックと共にアメリカ各地のアスレチックコミッションを回って、総合2004年12月31日、 K1 プレミアム2004ダイナマイトでメインイベントであるホイスグレーシー VS アけぼののリフェリーとして来日した身長6フィート4インチ体重260ポンドの体格を誇りここからビッグジョンというニックネームをユフックの創立者アートデイビーによって付けられた2007年1月に充実で黒帯を取得している2006年9月にカリフォルニア州バレンシアで 総合格闘技のジムを開設。2008年に総合格闘技のレフェリーやジャージを養成する学校を開設。2011年9月1日に著書、Let's Get It On The Making of MMA and It's Ultimate r e f e r e e を出版。ありがとうございます。